こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはハンバーグ、250g のハンバーグです。で、焼きウインナー、オムレツ、プレーンオムレツですね。LL4 個分。で、カレーうどん、グレープフルーツ。こんな感じですね。これで足らなければピーナッツ食べます。はい。肝心の体重です。何キロになってるかですね。ちょっとだけ増えてるかな。体重 56.8、 100g 増えてますね。体重 56.8、 体脂肪率 12.9、 基礎代謝 1334、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.9、 筋肉量スコア 2.5、筋肉量スコアマイナス2、あれ出てないか、マイナス2やな。はい、もう一度、体重 56.8、 体脂肪率 12.9、 基礎代謝 1334、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。はい、もう一度、サムネイルハンバーグ、豚肉 100% のポークハンバーグですね。焼きウインプレーンオムレツ、主食はカレーうどん、グレープフルーツ、果物野菜はグレープフルーツだけですね。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。